はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフジです。では今回は、This is the Police 続きをプレイしていきましょう。64日目になります。で、前々回ですね、市長に対して、まあ、こちらの味方、署長側、警察側についてくれそうな味方が現れて、彼らからは、新聞の、中にメモを挟み込んでおくということで、今日も、なんか牛だか犬だかみたいなメモみたいなのが画面の右下に入ってますね。で、前回、まあ、昨日になるのかな、このゲーム上の日付で言うと昨日になりますけど、63日目、9月15日日曜日は、先日のこの性的マイノリティ団体のデモに対して、警官隊を送り込んで鎮圧したことに対して検察から呼び出しがあったので、そのやり取りをしましたね。かなり優秀な受け答えをしたんじゃないかなと思います。で、その中で、鎮圧するっていうことをしたのは、市長からの命令だったんですということを暴露したのがあって、新聞にも抜かれてますね。性的マイノリティ団体の平和的なデモ鎮圧の黒幕は市長者。ゴミ回収費用25%上昇、ロイヤーズ市長変態をやめろと命令と。止めろかな。では、元気に仕事に行きましょう。なんかね、市長サイドから嫌がらせが入りそうな気もするんですが。自分の身を守る方が大事ですからね。ステットってどんな人物でしたっけ？今まで出てきてたかな？検察からの電話か。検察の人間、ラーナ・バーマンね。これは新たな強力な味方になってくれればいいですけどね。このなんか軍用の爆撃機みたいなのを背景に、
所長が陣取ってるなんか奇妙な風景ですが。さてさて。袖章ですね。一人あげられる。まあじゃあゴーディあたりにあげますか。じゃあ勤務開始していきましょう。今日は誰も経験してない。いいね。今日の BGM は、じゃあこれ。バックインビジネス。まあ何はともあれ、検察との関係は良くしておいた方がいいですよね。さっきの件もあるし、さっきというかね、前回の件もあるしと。さて、ペナルティーか、予算削減ね。まあ来たよね。まあ来るとは思ったよ。空きスロットがないんで、一人誰か解雇しろって。警官は削減したくないんで、サンドストローンも解雇するしかないな。さて、クリストファー・ファンドからですね。なんだろう、お前を話しまくれるやつだと思っていた。だが、お前の敬意に欠けた行動を見ると、必ずしもそうではないようだ。我々は敵には情けはかけない。それは覚えておけ。同じ間違いを二度と犯さないでくれよ。何の件だろう。全く身に覚えがないんだけど。まあ市長からも睨まれるとね、警官スロット減らされるんで、しっかりやっていきましょう。まず喧嘩騒ぎ。公園のベンチで寝ていた放浪者がゴミ収集車の騒音で目覚めた。このホームレスの男は激怒してトラックドライバーを怒鳴りつけた。まもなく喧嘩が勃発した。まあそうだよね。わけわからないね。いきなりゴミ収集をしていただけなのに、いきなり怒鳴りつけられたら腹も立つよな。警官はできれば常時5人ぐらいは残しておきたいんで、しょうもない事件にはまあ2人派遣だな。窃盗事件、デザイア公園ですね。公園でスリを働いた男と口論になっていると、ホセ・ミューマオから通報。財布と書類、高価な腕時計を盗まれたらしい。あの赤毛の男に間違いない。何もかも盗まれたんだとホセは話した。なんか微妙な感じはするけど、一応警官を送りましょう。赤毛っていうのがね、ちょっと引っかかりますが、喧嘩騒ぎの方は犯人捕まえましたね。オッケー、すぐ戻ってきて。なんかこのジャズチックなバックインビジネスだっけ、結構いいね。ああ、さてさて、デザイア公園での窃盗事件ですね。通報者が話した特徴と一致する赤毛の男がベンチに静かに座っている。しかし、遠くにはフードをかぶった若い男と口論している女が見える。男は叫んで女のバッグをひったくろうとしている。揉めている男女のもとへ駆け寄る方が先だよな、普通。だって男は叫んで女のバッグをひったくろうとしてるんでしょ。フードをかぶった男は警官に近づくと逃走を図った。男がつまずくと複数の財布やアクセサリーがポケットから落ちてきた。まあ逃走しようとしてる男を追うっていうのが普通の動きでしょう。オッケー、逮捕したね。詐欺事件。もしもし、ドナルド・ポートン・ジュニアという弁護士から通報があってすごいことが分かったんです。最近亡くなったナイジェリアの王子が私の遠い親戚に当たるそうで、彼は150億ドルを私に残したらしいです。この遺産を受け取るための口座を開設するには2万ドル分の金塊を支払わなければなりません。しかし、その弁護士が銃を携帯しているのが見えたので、全てが円滑に進むよう念のため警護をお願いしたいのです。まあ、誤報とかっていうよりか、なんか事件性を感じるな、これは。警官を送りましょう。誤報に人を送るとね、結構人材が枯渇するんですよね。結構警官数いるように見えますけど、2人1組でしか絶対に出動してくれないですからね。公然わいせつ。バスの停留所。フィリス・エメリーは明らかに取り乱していた。この変態男は混雑しているバスの中でペニスを出して、それで私をついてきたね。完全にやばいやつだな。本当に気持ち悪くて叫んだわ。そしたらバスに乗っていた男性たちがその変態男を床にねじ伏せたの。まあそれは当然だよね。
当然だと思う。うん。じゃあ、ここは、ゴーティエとウッダードを出しましょう。いきなりバスの中でペニスを露出して、まあ当然ちょっと勃起状態になってるんだと思うんですけど、それで女を突くとかも、捕まえてくれって言ってるようなもんですよね。危ないやすぎる。お、犯人捕まえたね。OKOK。これはさっきのなんか、どっかの王子の遠い親戚でとかってやつですよね。視聴者の壁にまた落書きがあったと、直ちに警察が犯人たちを刑務所送りにしてくれないと永遠に壁清掃をすることになるということなので、ここはじゃあケネディとベイカーを送りましょう。公然わいせつの方ですね。犯人を捕まえましたと。なんか今日はいい感じで平和に時間が経ってるなぁ。一気に2つ事件が起きてるね。22秒の短い方から窃盗事件。軽トラックに乗った男が停車場に近づくと、燃料を吸い上げ用意してあった予備のタンクに流し込んでいるところを目撃。通行人がその男に声をかけようとしたが、銃を持っていることに気がついたと。危ないやつだな。ここはじゃあプラドに、プロクターにミルサップさんに出しましょう。で、もう一つの方は麻薬の取引。激怒した年配の男性から通報。ドラッグストアに行って補聴器と鎮痛剤を買おうとしたら、カウンターで働く男が私にコカインを売りつけてきたんだ。これ誤報だね。無視よ。こんなことあるわけがない。武装強盗事件。あー、自動車強盗。まずは武装強盗からだな。笠崎出版社。武装した男が発行所に入り、また印刷に回されたばかりのイヴァン・ビコフという小説家の最新作を要求してきた。武装した男。まあ、スワットチーム出すか？スワットチーム出すか？いやー、ちょっと待ってね。その前に、こっちの自動車強盗の中身もちょっと見てからにしましょう。カーショップベルズボーイールのモーターショーで事件が起こっている。襲撃者のグループが窓を割って侵入、6台もの高級車を盗んだと目撃者から通報。奴らは全員同じ方向に車で走り去ったから今だならまだ通報。なるほどね。できると言ってるわけだ。じゃあ、まずは出版社の方の事件に、ゴーディエとウッダード、これにスワットチームを出しましょう。駐車場での事件ですね。容疑者を発見。男は他人の車の隣にうずくまっている。ホースの先端はガソリンタンクに入れ、反対の先端部分は容疑者の口の中に入れている。どういうことだよ。ガソリンを吸うって危なすぎるな。ホースを口から出し、両手を上に上げろとまず言いましょうか。おお、いきなり出してきたか。どうしようかな。ホルスターから素早く銃を撃ったと。まあ、男を撃ちましょう、これは。自動車強盗の方にまずは人を出すしかないな。ちょっと時間が足りない。2人しか出せないな。なあ、2人で行けって言ってるじゃないか。1人で行けとは言っていない。ダメか。どうしようもないね。自動車強盗の方は人が出せなかった。しょうがないですね。笠崎出版社の方ですね。男が空に向かって発砲。編集者に怒鳴った。その本を今すぐ持ってこなければお前の名前が明日の死亡記事に載るぞと。どうしようかな。銃を持ってるんで、まずは最新作を渡すように促しましょう。まあ最新作を渡すぐらいで命が助かるなら向こうもね、いいでしょう。自動車強盗事件の方は死人が出なければよし。麻薬取引の方は誤報でしょう。OK だ。で、武器を用いた暴行事件ですね。生演奏中何者かが黒人の歌手に向かって人種差別的な発言を浴びせ銃を数回発砲。危ないな。大混乱に陥っている。まあそうだよね。
いきなり発砲したら、それは大混乱が起きるよ。飲酒運転。事件多いね。通行人から黒いセダンが赤信号を無視して左右にふらつきながら走行していると通報。ドライバー酔っているか、薬でおかしくなっているんだと。まあ警察出動するか、しょうがないね。ここは刑事事件の方ですね。刑事事件の方は、新しい3人、写真を3枚入手ね。これはもうちょっと時間がかかるかな。写真の枚数が足りてないので、写真の枚数が揃ったらやっていきましょう。武器を用いた暴行事件の方ですね。これじゃあゴーティエ撃った後をさらに出して、確実に検挙しましょう、犯人を。まあ、最後の事件でしょう。飲酒運転の方ですね。どうするかな。まずはセダンを縁石に衝突させましょう。セダンが突然ハンドルを切って地下駐車場へと入ったと。係員に全ての出口を閉鎖するよう伝えましょう。今日は冴えてるね。ヤクザ、マフィアに売却を依頼しましょう。何の薬剤かというところにもよりますけどね。イチジク売っても10ドルにしかならなかったからな。逆によく10ドルになったよね。よし、犯人捕まえた。OK だ。今日は結構完璧なコントロールだったんじゃないの？勤務を終了しましょう。はい、というところで64日目プレイをしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きをプレイしていきましょう。あ、なるほど、こういうこと。ちょっと先の話になっちゃうけど、ここにメモになんかありますね。視聴者イエイ、バットバット、マフィアイエイイエイイエイ、警察庁ハテナ。ちょっとこれだと解読難しいな。はい、というわけで、次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。